団体を紹介します。この後午前10時半から初めて音楽会パレードが新潟前を出発いたします。演奏は東海大学大会ソングリーダー部と UKB ラクネスがパレードを進行します。次に今回の七夕祭りでデビューした第69回東南東京駅でのフライミスター鈴木カノンさんの担任と2月末の奥谷克弘さんが合格するオープンカーが続きます。そして第68回東南東京駅でのキリスの恵美さん、堂真理子さん、井上涼太さんの担任と東南東京駅の七夕祭り実行委員会の福沢正嗣実行委員会